ルシア・エチェバリアデ・アステエンサは、スペイン・バレンシア出身の著作家、イサール・ベナージャスという筆名を用いることもある。ホセ・アンヘル・マニャス、ガブリエ・ラブステロなどと共にネオ・リアリズムの世代に位置づけられる。両親は、バスク地方のビスカヤ県、ベルメオ出身であり、エチェバリアとは、バスク語の姓である。1966年、ルシア・エチェバリアは7人兄弟の7番目として、 バレンシア地方バレンシアで生まれた。本来、バスク語性のエチェバリアの愛にはアクセント記号がなく、逆に、スペイン語性のエチェバリアにはアクセント記号がつくが、彼女はエチャワーというミススペルを好んで用いる。マドリードにある大学で哲学とジャーナリズムを学び、まず、ウェイトレスとして、その後雑誌、ルータ66とヌエボスメディオスで働いた。 初めて出版した書籍は、カート・コバーンとコートにー・ラブの小説風伝記、ラヒストリア・デカート・アイ・コートに、アグ・アンタ・エストである。初の小説は1997年の、アモール、クリオシダド、プロザック・ワイ・デュ・ダッシュであり、アナ・マリア・マトゥテに賞賛され、クローネン世代に位置づけられた。1998年には2作目の小説、ベアトリス・ワイ・ロース・クワーポス・セレスタを執筆し、 ナダール賞を受賞した。2000年9月には、スコットランドに引っ越し、アバディーン大学で脚本の授業を受け持つとともに、また多くのセミナーや委員会に参加した。11月には、アバディーン大学の文学名誉教授の称号を与えられている。2001年に、スペインに戻ると、2001年には、デトゥードゥロビジブル、ワイロインビジブルでプリマベーラ賞を受賞した。2001年には、 諸女小説のアモールマイナスがミゲル・サンテス・マセス監督によって映画化された。2004年にはイサール・ベナージャスという筆名で若い母親から娘への日記形式の物語、ウン・ミラグロ・エヌ・エク・ーリーブリオを執筆した。最終候補に残ったフェラン・トラントとの一騎打ちを制してプラネータ賞を受賞し、副賞として約60万ユーロの賞金を手にした。 これらの書籍などに加えて多くの詩も出版しており、2004年には詩集、オクトス・デプラ・セール・ワイア・モールでバルセロナ首相を受賞した。女性解放論に関する随筆集を2冊出版し、また、台本作家としても活動している。エチェバリアが手掛けた映画脚本には、I Love You Baby などがある。3年かけて執筆した作品の違法 PDF 版が、 インターネット上で出回ったこともあって、電子書籍には否定的であり、2011年には違法ダウンロード撲滅を訴えて断筆宣言を行ったが、この宣言によって Facebook や Twitter のアカウントが炎上した。ありがとうございます。